東渇神社鉄道路線図。実線は当時開業済みの鉄道路線、破線は当時未開業の鉄道路線である。東渇神社鉄道は、千葉県東葛飾郡鎌ヶ谷村、法天村、中山村、行徳町に1909年から1918年まで存在した、一社軌道及びその経営会社である。さつまいもや、 新丹などといった貨物の輸送を中心に旅客輸送も行っており、路線の半分以上は木下街道上に付設されていた。江戸時代以降、道の区方面から江戸への幹線輸送路は、利根川江戸川という水運ルートであったが、この幹線ルートの短絡路として、木根町と行徳町を結ぶ木根街道があり、 これは鮮魚などスピードが要求される2の運搬によく使用されていた。しかし、木下街道は雨が降ると激しくぬかるみ交通が途絶する悪路でもあり、このため周辺住民からは天候に左右されない交通機関が望まれていた。このような中、八幡町の高橋県は木下街道上に人車軌道を敷設することを計画する。 計画に大使特許が降りたのは1907年4月26日であったが、不況のため資金調達が難航し、会社が創立され工事が開始されたのは1908年10月であった。なお、社長には当時法天村村長であった鈴木清が選ばれている。着工が浮きを外れていたこともあって、工事は滞りなく進み、 1909年9月28日には、中山村新町鎌ヶ谷村、ホンダ館が開業した。線路は、全域間が、木下街道上の南側に設けられており、単線であった。基間は1フィート9インチで申請、許可されていたが、これは他に類を見ないものであり、実際は2フィートであっただろうと見られている。また、深町、法天孫目 鎌ヶ谷の4カ所に荷扱いと対抗車対比を行う荷扱い所が設けられ、車庫は深町に仮設された。当初は貨物輸送のみの運行で、サツマイモや麦のほか肥料としての神馬牛糞などが輸送されていたが、1911年1月からは旅客輸送も開始した。これに伴い、途中数カ所に対比船が新設されている。 1912年10月5日には、当初の建設計画のうち未成線であった深町、おにごり館が開業する。この区間に関しては、深町の急坂が障害になったことと、市街地を通るため調整が必要であったことが、遅れての開業となった原因だと見られている。この開業に合わせて、本社と車庫がおにごりに置かれることとなった。また、この建設と、 並行して、中山駅前おにごり館及びおにごり行徳、河原の館の建設も新たに計画され、これは1913年に開業した。この延長は、中山駅での総武本線との接続及び行徳での江戸川周運との接続を図ったものと見られている。また、この延長区間では、総武本線と平面交差をしていた。このように路線を拡大していった。 統括人社鉄道であったが、その経営は苦しかった。特に、行徳延長時の資金を借入金に依存したことは大きく、利子負担は収入の4分の1に達するほどであり、このため毎年欠損を重ねることになる。このような状況下で、1917年には、社長の一存でレールを鉄材として売却することが決まり、法典鎌ヶ谷館が取り外された。 この頃からは、運行がどうなっていたのかも不明である。結局、1918年10月3日に営業が廃止され、11月8日には、会社が解散。こうして、東括巡車鉄道は消滅した。廃止の直接的な原因としては、中山行徳河原の間の線路を分断する、江戸川放水路の改作、京成電気軌道の中山開通。 1917年の台風による被害などといった点が挙げられている。中山鎌ヶ谷間が8往復、所要時間1時間30分、中山河原の間が12往復、所要時間30分であった。中山中山駅間は貨物輸送は行われていたことが判明しているが、旅客輸送が行われていたかどうかは不明である。河原田尻中山。 中山はじめく法典法典一区法典二区、まごめまごめ一区鎌ヶ谷中山駅前河原の中山、法典、まごめ、鎌ヶ谷は、荷扱い所、それ以外は対避所である。ただし、旅客は、荷扱い所、対避所に限らず路線のどこでも乗降できた。法典荷扱い所は、現在の船橋法典駅、まごめ二扱い所は、現在のまごめ沢駅。 鎌ヶ谷二扱会所は、現在の鎌ヶ谷大仏駅付近にそれぞれ位置する。開業当初は、貨物輸送のみの営業であったため、約1トン積みの貨車のみが50両存在していた。旅客輸送を開始するにあたって、8人乗りの客車が4両、申請されている。その後、中山駅前おにごり、おにごり行徳河原の館の開業に合わせて、客車2両と、 貨車に二重量が増備された。客車は、トロッコに、テント張りの屋根をつけた簡易なものと、ドアガラス窓のついた本格的なものの二種類が、存在した。佐藤信之、人が汽車をした頃72ページ、白土佐田を、千葉の鉄道一世紀283ページ a b 人が汽車をした頃73ページ a b 人が汽車をした頃74ページ。 東京日日新聞8月2日付、千葉の鉄道1世紀284ページによる。ただし、人が汽車をした頃81ページには、3月に廃止との記載あり。AB、人が汽車をした頃88ページ、千葉の鉄道1世紀284ページ、人が汽車をした頃80ページ、人が汽車をした頃75ページ。ありがとうございます。